Peggy 7. イギリスのポケモンファンの皆さん、こんにちは。ゲームリークの安田純一です。昨日はポケモンオメガルビーアルファサファイアの発売日でしたが、もう楽しんでますか？今日はイオンチケット UK リレーのスタートのためにアルバルク本土までやってきました。今日はイベントに足を運んでくれたファンの皆さん、そして多数の応募者の中から選ばれた15人の当選者の方々に無限のチケットをプレゼントします。無限のチケットを使っていくことができる南の孤島では、ポケモンオメガルビーではガチャ、ポケモンアルファサファイアではラティオスと出会い止まることができます。さらに無限のチケットは Nintendo 3DS または DS のデジタル通信を利用して、ポケモンオメガルビーアルファサファイアをプレイし、ゲーム内でテレビナビを受け取った他のプレイヤーにお裾分けすることができます。ちなみに戦争に制限はありません。では皆さん、イオンチケット UK リレーがいよいよ始まります。私もチケットが一体どこまで広がっていくか今から興味津々です。君はどこで無限のチケットを手に入れるでしょうか？